特徴的なさ、その学校のさ、特徴的ななんかあの定番の献立とかあった？あれよね、揚げ餃子。いいね、うん、グラタンとかあった。グラタン、グラタン、すごいね、めっちゃ好きやった、それめちゃくちゃ美味しかった、面白い、もう一回食いたいわ。え、フェンファンは、でも俺は小学校はそんな感じだったんだけど、うん、中学校からはもうあの大学の食堂みたいに自分で、あ、なんかいっぱい置いてあって自分食べたいものを取りに買ってみたいなやつ、バイキングみたいな。そうそうそう、あ、まあでもで、一周して最後に会計するみたいな。会計、あ、そう、なんか会計すんのよ、大人チェックあの現金じゃなくて、なんか学校の中で使えるカード、そのチャージカードみたいな。何それ、最先端。でも中国割と多分みんなそんな感じ、中国がそういう文化、そうそうそう、そういうことか、食堂めちゃくちゃいいじゃんっていうのがそんなもん。